ランタンに収められた聖火東京2020オリンピックパラリンピック競技大会は2021年7月23日から9月5日まで日本の東京都で開催されたスポーツの総合大会である。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて2020年夏の開催日程から1年延期となった。大会延期により開催年は変わるが、 東京2020の名称に変更はない。なお、公用文では、第32回オリンピック競技大会及び、第16回パラリンピック競技大会の表記も用いられている。また、東京オリパラとも略される。本大会では、パンデミックによる大会延期だけでなく、運営者の相次ぐ辞任、緊急事態宣言下での開催、無観客開催など、前代未聞の事態が、 次々と起きた。2013年9月の第125次 IOC 総会で開催都市が東京に決定した。東京でのオリンピックパラリンピックの開催は1964年大会以来57年ぶりとなる。大会組織委員会は東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会。大会のモットーはユナイテッド・バイ・エモーション。 東京2020オリンピック競技大会は2021年7月23日から8月8日まで開催された。東京での開催は1964年の大会に続き2回目、同一都市による複数回開催はアジア初となる。東京2020パラリンピック競技大会は東京2020オリンピック競技大会に続けて、 開催された障害者スポーツの国際総合大会。国際パラリンピック委員会が統括する第16回夏季パラリンピックであり、2021年8月24日から9月5日まで開催された。東京大会はもともと2020年7月24日からの日程で開催される予定であった。新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、 2020年3月24日、首相、安倍晋三と国際オリンピック委員会会長のトーマスバッハが電話会談を行い、1年程度日程を延期して2021年夏までに開催することを合意し、直後の IOC 理事会で決定した。延期は近代オリンピック史上初、奇数年開催も初である。2020年3月30日、IOC と 大会組織委員会、東京都、日本政府が2021年7月23日からの日程で開催することで合意した。延期の決定に伴い、聖火リレーやテスト大会なども正式に中断された。2011年9月2日、IOC は、バクー、ドーハ、イスタンブール、マドリード、ローマ、東京の6都市からの立候補申請を受理したと発表した。 ローマは財政難から2012年2月に立候補を取りやめ、ドーハとバクは2012年5月の一時選考で落選し、大会の開催能力があると認められたイスタンブール、東京、マドリードの3都市が正式立候補都市に選出された。東京の立候補は日本オリンピック委員会会,会長の武田恒和と当時の東京都知事、石原慎太郎が招致委員会を率い。 リオデジャネイロ開催となった2016年大会の招致から2回連続となった。2013年3月には、クレーグリーディーを筆頭に10名で構成された IOC 評価委員会が立候補3都市を現地視察し、6月25日に各立候補都市の長所と短所を記した評価報告書を公表した。報告書は公平性を保つため、 各都市の優劣を直接示す文言は盛り込まれていないが、東京は根幹部分での指摘がなく、財政や治安ほか全体的に高い評価を受けた。2013年9月7日、ブエノスアイレスで開かれた第125次 IOC 総会において、開催都市選定投票が行われた。第1回目投票と選定投票では48票。 第2回目投票では49票が必要とされた。東京は第1回目投票で3都市中最多票を集めたが48票には届かなかった。他の2都市への票は同数であったため選定投票が行われ、イスタンブールが東京都の第2回目投票に進んだ。第2回目投票では60票を獲得した東京がイスタンブールを制し、IOC 会長。 ジャック・ロギによって現地時間午後5時20分頃、開催都市が東京と発表された。大会ビジョンの基本コンセプトとして、全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承の3つが掲げられた。2014年にロシアでソチオリンピックが開催される直前、パブリックスペースで同性愛についてポジティブに語ることなどを禁止する、同性愛宣伝禁止法が制定され、 西洋諸国から非難を浴び、政府要人らの開会式へのボイコットが相次ぎ、2015年に国際オリンピック委員会がオリンピック憲章の根本原則に性別と性的指向に関する差別を禁止することを明文化した。この理念にのっとり、組織委員会は当初から LGBT に対する配慮をしていく方針を示している。大会開催により、開催 東京や開催国日本が長期にわたり享受できる遺産を発展、継承するため、検討や提案が行われた。この場合の遺産とは単に競技会場などの建造物のみならず、再開発に伴う都市景観や環境、持続可能性、さらにオリンピックで醸成されたスポーツ文化やホスピタリティ精神といった無形の遺産も含まれる。文化プログラムや、 観光立国の推進など様々な分野で取り組みが実施された。これに加えてパンデミックという状況における大会の開催実績もレガシーとして歌われるようになった。東京米ゾーンに新設されたアリアケアリーナ大会招致時のコンセプトとして都心で開催するコンパクトな大会を掲げ東京都心に近い選手村から8キロメートル圏内に 約9割の競技会場を集中させる計画となっていた。2014年、オリンピックアジェンダ2020が IOC 総会で採択され、オリンピックの持続可能性、低費用などを優先し、脱コンパクト五輪となり、東京都以外の地域での競技実施が多くなった。メインスタジアムは、1964年、東京オリンピックでメインスタジアムとなった。 国立競技場の建て替えにより建設されたオリンピックスタジアム。その他、主に内陸部のヘリテッジゾーンと臨海部の東京米ゾーンに分けられる各会場群にて競技が行われた。サッカーの会場の一つである札幌市は1972年に札幌オリンピックが開催されたため馬術競技とカーリングが開催された軽井沢町に続き世界で2例目の夏季。 東京五輪の会場が置かれた都市となる見込みである。オリンピックのマラソンと競歩についても IOC が猛暑を懸念して開催地を札幌市に移すこととなった。しかし札幌市でも高温多湿の気候となり秘書という意味ではほとんど意味をなさなかった。2019年2月6日、組織委員会と東京都は交通輸送技術検討会を開き通常料金に上乗せ課金する。 ロードプライシングなど首都高速道路の交通量を減らす議論を開始した。他にも企業などに自社出勤や在宅勤務の要請などしてきたが、このままでは不十分と判断し、追加対策の必要性を確認した。ナンバープレート規制や複数人乗車車両の専用レーンを設けるエチョビレーン導入などの案もあるが、機器と人員が必要になるため、検討を重ね、 今年度中にいずれかの追加対策を決める。東京2020オリンピックパラリンピックに向けて、延べ56競技のテスト大会の開催が予定され、本大会開催予定前年の2019年夏期から本格的に実施された。テスト大会には国内及び国際競技連盟が主催する既存の大会に組み込まれるものと、大会組織委員会が主催するものとがあり、 トッカーグが担当するテスト大会は、レディーステディ東京の名称で開催された。東京2020本大会の期間中は、連日の猛暑が予想され、開催にあたり暑さへの対策が求められた。2019年下季のテスト大会では、テント型の休憩所や、ミストシャワーの設置、人工降雪機の導入などの検証が重ねられた。 2020年3月中旬以降のテスト大会は COVID-19 の流行のため延期されスケジュールが見直された。東京2020オリンピック及びパラリンピックのメダルにはリサイクル金属が使用されリサイクル率100%のメダルはオリンピックパラリンピック史上初の試みとなった。大会組織委員会は2017年4月から 使用済みの携帯電話等を回収するためのボックスを設置し、メダルの材料となる金属を都市鉱山から入手する電子機器リサイクルプロジェクトを開始した。メダルの製造には、金 32kg、銀 3500kg、銅 2200kg を収集する必要があり、2年間で目標量に到達した。パラリンピックのメダルのデザインは、松本咲子の作品、 扇をモチーフとし、岩、花、木、葉、水が触覚的にも異なる質感で描かれる。表の面には大上に、東京2020と英語の展示で記され、側面には金、銀、銅メダルがそれぞれ触って識別できるよう順位の数の丸いくぼみが施されている。オリンピック・パラリンピックともに、メダルは日本産のタモ材から作られた藍色のケースに収められる。 入賞者に渡される表彰状には、ミノテスキワシが使われる。聖火を輸送するボーイング787から8、JA837J オリンピックの聖火は、2020年3月12日に、古代オリンピック発祥の地であるギリシャのオリンピア遺跡、ヘーラー神殿前で採火され、3月20日に、日本に到着後は、宮城県、岩手県、福島県で展示された。 その後、新型コロナウイルスの影響で延期になり、翌2021年3月25日に、福島県の J ビレッジを出発し、東日本大震災の津波に耐えた奇跡の一本松や熊本地震で被害を受けた熊本城などの被災地のほか、世界遺産なども通過する。121日をかけて、全国857市区町村を回り、7月23日の 開会式で点火された。聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた。日本人最初のアテネを走る聖火ランナーとして2004年アテネオリンピック女子マラソン金メダリストの野口瑞希が選ばれた。オリンピックスタジアムにモーリスラベルのボレロが流れている中で大阪直美がオリンピックの最終聖火ランナーとして聖火台への点火を行った。 オリンピックトーチを持つ安倍晋三とパラリンピックトーチを持つ森吉郎聖火リレーで使用されるトーチはデザイナーの吉岡徳人がデザインを手掛けている。アルミニウム製の長さ71センチメートル、重さ1.2キログラム。上部が桜の花びらにかたどられ5つの花びらから炎が出る。火力や炎の大きさを一定に保つために一定量のガスを供給し続ける仕組みや 燃焼部の中心の白金製メッシュ状ドームにより秒速17メートル以上の風や1時間に50ミリメートル以上の雨でも炎が消えないようになっている。素材の一部には東日本大震災による仮設住宅のアルミサッシの廃材を再利用している。新幹線の車両製造技術を活用しつなぎ目のないトーチに作成されたことも特徴となっている。聖火台は 開会式で点火するオリンピックスタジアム用のものと大会期間中に点火しておく屋外用のものの2種類が制作される。聖火台は太陽をモチーフにした球体が富士山の上に乗った形状をしており、点火の際に球体が花のように開いた。燃料は水素を使用。2017年5月22日、組織委員会はアンバサダーとなる。 マスコットキャラクターを公募することを決め発表した。公募後、候補作数点を発表し、小学生による決戦投票を行うとした。2017年12月7日に、候補作3点が発表され、日本の小学生による投票が2018年2月22日まで行われた。2018年2月28日、最多得票を得た福岡県在住で、 デザイナーの谷口亮がデザインした案に決定した。名前は同年7月22日に未来とはとソメエティに決まった。2020年東京オリンピックパラリンピック記念ナンバープレートは白基調にオリンピックにちなんだ衣装が入ったナンバープレートである。2017年5月東京オリンピックにかかる費用は約1.39兆円の費用だと東京都が試算を発表。 内訳は、組織委員会が6000億円、東京都が6000億円、国が1200億円である。2020年1月、大会組織委員会が昨年末に発表した、最終の予算案は1兆3500億円。そのうち国の負担は1500億円とされた。ブラジル政府が、過去の開催都市よりも、経費削減に成功したと自負している2016年、リオデジャネイロオリンピックが、 総額約120億ドルであり、2012年ロンドンオリンピックでは、スポーツ関連のみの費用が約140億ドルであった。そのため、ロサンゼルス五輪以降の8回の夏季大会の総額では1位が2008年の北京オリンピックの約3.4兆円で、2012年のロンドンが約3.17兆円で2位だった。 東京の2019年末の発表は1兆3500億円であり、ロンドンや北京に比べて低い。民間企業でもメインスタジアムと選手村をつなぐ道路の間にある港虎の門一帯を再開発するのに5800億円を出資するなど、オリンピックに関する各民間企業による投資や開発も活発になっている。 東京五輪を招致したことよる日本国内への経済効果は合計32兆3000億円を超え新たな雇用が194万人増加すると東京都は試算している2016年5月11日には A 氏ガーディアンが東京五輪決定前後にあたる2013年7月と10月の2回に分け東京五輪招致委員会がシンガポールに拠点を置く タントンハンが代表を務めていたブラックタイディングス社の口座に総額130万ユーロを送金していたと報道した。2016年5月12日にはフッツ検察当局が東京五輪招致委員会とパパマッサタリアックとの間に280万シンガポールドルの金銭授受があったことを確認したと発表した。2018年12月フランス捜査当局は 東京五輪招致をめぐる増収愛容疑で JOC 会長の武田恒和を容疑者とする捜査の開始を決定した。2019年3月、これを受けて会長辞任は避けられない見通しと報じられた。3月19日武田が JOC の理事会にて会長職を6月をもって退任することを表明した。2016年1月に世界アンチドーピング機関は 国際陸上競技連盟元会長のラミンディアックの息子であるカリルディアックとイスタンブールのトルコ当局者との間の会話を衝実する報告書に引用された会話の写しの中で日本の入札チームが IAAF ダイヤモンドリーグまたは IAAF のいずれかにスポンサーシップの支払いとしての400から500万ドルは賄賂業としてだった可能性を示唆する結論を出した 東京都側はこれを否定している。2020年3月31日ロイター通信がオリンピック招致をめぐり高橋春行が招致委員会から820万ドル相当の資金を受け取り IOC 委員にロビー活動を行っていたと報じたことについて支払いの一部はスポンサー集めのコミッションだと説明した。大会関係者によって多数の不祥事が起き、 予定が何度も大きく変わるなど、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会のガバナンスの欠如が指摘されている。政府対策分科会の尾身茂会長による、東京オリンピックパラリンピック開催に伴う、新型コロナウイルスの感染拡大リスクの低減について、田村の久厚生労働省は、自主研究の発表、丸川玉よ五輪省は、 全く別の地平から見てきた言葉など、目殺を案にちらつかせた。これ以外にも、政府とカーグは硬直した政治的判断により、専門家からの提言を、たびたび無視ないし目殺しているのではないかと、指摘されている。また、バブル方式で大会関係者を隔離する方法についても、制度上の穴が多くある状態で、開幕前の段階でもバブルの外での会食や、 ウガンダの選手の逃亡騒ぎが起きた。トッカーグ幹部や演出担当から人権侵害とも取れる様々な出現が相次ぎ、海外から批判が相次いだ。結果としてオリンピック運営の重要人物がドミノ的に次々と辞任する騒ぎとなった。女性別紙発言による森会長辞任日本オリンピック委員会、評議委員会の席上において、 女性理事の割合を40%にすることに関連して女性っていうのは競争意識が強い。誰か一人が手を挙げて言うと自分も言わなきゃいけないと思うんでしょうね。それでみんな発言されるんです。女性の理事を増やしていく場合は発言時間をある程度規制をしないとなかなか終わらないので困ると言っておられた。誰が言ったとは言わないがなどという女性別詞とされる。 発言を公然と言ったとして批判が殺到し、森吉郎はトッカーグ会長辞任に追い込まれた。国際オリンピック委員会も森吉郎の発言を、森氏の最近の発言は完全に不適切であり、IOC のコミットメントやゴリガアジェンダ2020の改革にも反しているとした。森吉郎自身は一旦は反省の意を示したが、トッカーグ会長を辞任した後、 東京都内で開かれた河村竹雄元官房長官のパーティーで衆院議員会館の河村市事務所にいるベテラン女性秘書について河村さんの部屋に大変なおばちゃんがいる女性というにはあまりにもお年だという差別発言を行い再度批判が殺到した電通による強引な演出統括の変更と容姿侮辱案による公認演出統括の辞任電通が IOC から受注していた開閉式の演出について2020年3月オリンピック延期により開閉式の準備が一時停止された際に電通が演出統括の美キ子に対して準備再開の際は連絡すると約束しながら準備再開後には電通が美キ子への連絡を一切行わず演出統括を電通出身のクリエイティブディレクターである佐々木博史に交代した 結果として、電通はミキコ率いる演出チームを約半年間放置し、2020年11月になってからミキコに対して新しい演出統括のもとで進行中のプロジェクトへの途中参加を求めたが、ミキコは結果に責任を持てないことと、電通から不誠実な対応があったとして事態を表明した。この事態表明について電通が謝罪せず、 ミキコの主張を退りけるような正当化を行ったことが広く物議を醸した。また、2021年7月の東京オリンピック開催まで半年を切っている時点で、佐々木博士が渡辺直美の容姿に対する侮辱案を提案したことが明るみとなり、佐々木博士も辞任することになった。JOC は開閉式の演出が完成に近いことを理由に、 佐々木博士の公認となる演出統括を置かないことを決定した。過去の暴力、差別行為による開閉式の音楽担当の辞任オリンピック開閉式の音楽を担当していた小山田圭吾がデビュー前に言っていた暴力、差別行為を1990年代に音楽雑誌のインタビューで自慢儀に語っていたことについてあらゆる差別を撤廃すると定めたオリンピック検証に 反するとして批判が殺到した。結果として開幕4日前の2021年7月19日に本人が辞任を表明する事態となった。小山田から被害者への食材は全くなく、かろうじて辞任表明で謝罪文を記載したのみである点も客観的には無反省と解釈されている。また小山田は雑誌の記事には 面白さを重視した事実と異なる記載も含まれると弁明しているが、そうであれば雑誌編集、インタビューの体制にも問題があったことになる。問題の記事に関わった編集者、インタビューアーの一人である山崎陽一郎も自身の公式サイトで謝罪文を発表した。過去のユダヤ人大量虐殺ネタによる演出担当の解任オリンピック会,会式の数日前、 元ラーメンズの小林健太郎が1998年発売の若手芸人を紹介するビデオソフトネタで笑い時点ライブボリューム4でナチスドイツによるユダヤ人大量虐殺を題材に反ユダヤ主義的なジョークを披露していたことが SNS における動画の拡散で広く知られることになった。本件は7月22日未明に橋本 JOC 会長にも知らされ、 オリンピック検証違反だけでなく、外交上の問題もあることから、小林は即座に小ディレクターを解任された。演出については、各場面ごとに担当者がいるものの、全体の演出調整を担っていた小林が解任されたことで、翌日23日のオリンピック開会式に向けて、早急に演出全体を見直す必要が生じた。しかし、小林が先人で手掛けた演出はなかったため、 オリンピック開会,会式の演出に変更は発生しなかった。解任前から一部の日本人が SNS で海外の人権団体に向けて告発を続けており、7月21日には中山康秀防衛副大臣が通報したアメリカのサイモン・ウィーゼンタールセンターが差別行為に対して避難声明を発表していた。ホロコーストが起きたドイツでは、 ナチスドイツやホロコーストの再現につながるような行動は厳しく取り締まられており民衆扇動罪も定められている。文芸春秋が開閉式演出の内部資料を入手して週刊文春で報じたことで JOC は文芸春秋に対して著作権侵害として強く抗議しているが文芸春秋も公共性の観点から徹底抗戦の姿勢を示している。 週刊文春への演出内容の掲載については内部資料流出の可能性があり、警察と相談の上で JOC による徹底的な内部調査が行われている。JOC の主張が法的に認められれば内部資料の流出に加担した者は不正競争防止法違反の罪及び業務妨害罪に問われる可能性がある。ありがとうございます。